疲れ様です。もう待ってんの？はい、はい、でもこうユニフォーム着るのが8年ぶりになるんですかね。で、まあ、今までは外からファイターズ見てましたけど、まあ、改めてこうね、こう本当何気ないですけどロッカールーム一緒に入ったりとか、まあ、一緒にグラウンドで選手たちと話してる自分を感じた時に、ああファイターズの一員になったんだなっていうのは実感します。決めてか、まあ、もともと僕今年はもうオファーがもし来たらお受けしようっていうのはもうファイターズに限らず決めていたんですけど、そこでまあファイターズから声かけていただいてやりますっていう感じで、むしろ僕が感謝してますし、まあでもこれコーチのお話をお受けするっていうことがまあ目的じゃないと思うんで、中に入って選手を一緒にこう育てるとか成長するっていうところが僕に課せられたことだと思うし、まあ、あと優勝するためにまあなんとかこう機能できるように明るくやっていきたいと思います。このキャンプでまずボスがもう走塁の意識改革っていうので、まずはスチールのスタートでスライディングで、それをまずみっちり第一クルやって、で守備に関してはまあファインプレーは結果的に出るのはいいんですけど、グローブに当たる当てれるものを確実に取ろうっていうのが僕のテーマなんで、それをどうやったら確率上がるかっていうのを、まあ、選手たちと一緒にやっていきたいな。球際の強さっていうのはボスも言ってますし、まあ、その辺はしっかりとアプローチしていきたいと思います。なんだろうな、まあ、僕もそうなんですけど、あの時のコーチのこういう技術指導というのがすごく身についたなとか、このコーチの一言が今になって生きてるなっていうようなものをたくさん作っていければいいのと思ってるんで、まあ、別に好きとか嫌いとかはまあそれは置いといて、今嫌われてもいいんで、なんか後にあひとりさんの言ってたことってこういうことかっていうのがたくさん起こればいいなっていうふうには思ってます。はい、現役を見てた皆さんからすると久しぶりの感じだと思いますけど、まあ、見てない方も、ぜひ森本ひとりのコーチとしての明るさとか元気とかを違った形ですけども感じてもらえるように、でまた選手たちが、特にまあ僕は外野担当ですけども、外野手の選手たちを見てて、あなんかあの時の全力疾走とかプレーしているところがキラキラしているような選手だなっていうふうに思ってもらえるように、僕も一緒に楽しんでいきたいと思います。応援してください。